キリカさんいらっしゃい、ヒョイさんいらっしゃい、なんだろう、名前がない人がいる。まだ買わないの。買わせたい人は何が目的なんだろう。誰かが買わせたがってたの、すごいあったな、すごい。いやー、ちょっと今日朝とあることが起きまして、いやまあね、昨日の感じだと今日買う予定だったんですよ。本当に普通に今日帰ってきて、晩飯前に山田行ってとか思ったんだけど、って思ってたんだけど、朝家から出ようとしてとか、まあ出発朝の何時頃だろうな、まあ7時40分ぐらいだな。鳥取さっきさんいらっしゃい、ラーユさんいらっしゃい。あのね、そう、スタンドが来たんです。クーレイさんいらっしゃい。朝スタンド発動したんですよ。いやー、びっくりするわー。しかもちょっと別角度からのスタンドが出ました。マジで、ちょっと、さあ、ありがとうございます。たかたかさ、まあ家出ようと思ったわけ。あと、まあ、ちょっと、まあ仕事で。能力出ちゃったか。出ちゃったんです。別角度からのなんかえぐり込みが来て。別角度？まあ聞いてください。さんがスタンドとかいうオチ？あと5分で出なきゃいけないっていう状況で、まあこう用意してたわけ。そしたらさ、突然さ、落ちるはずがないところからこの缶がボロって落ちたわけ。で、ここが割れたの。中入ってたわけよ。なんか姉のお土産、海外旅行のお土産でさ。で、ここが割れてブシャーって吹いたわけ。もうだから。買おうと思ってたので買う前に来ました。はい。カリさんいらっしゃい。で、もう5分じゃ片付かないぐらいになっちゃったわけ。もういろんなとこかかっちゃったわけ。360にもプレステ3にもプレステ4にもかかっちゃったし、ブッシャーってなったわけよ。そうだよ。で、何がスタンド能力かっていうと、それだけだったら別にどうでこ、どないじゃん。ね、別に Wii U 買わない理由にはならんだろ。別に買わない理由にはならんだろ。しかしだな。ところが、なんでこいつが落ちたかっていうと、これです。この間、Xbox One なんです。Xbox One 仕様。なんでプレステ4よりも先に買うはずだった俺が忘れられて、なんでお前 Wii U まで買おうとしてんだと。っていうことだよ。スタンドというか、なんか嫉妬だよね。Xbox One の嫉妬が発動しました。いや、すごいぜ、マジで。やばいんです。だからなんかあんのかなみたいな。でもうだから親父がちょうどいたから、ちょっと申し訳ないけど、ちょっとこれ拭いてくれと。これだけ拭いてくれ。ここだけはちょっととりあえず拭いてくれ。もう出なきゃいけないからって。でもうなんだ、ズボンとかもう履けねえ状態、足とかパシャーってなっちゃったからさ。でもこいつ落ちるはずじゃない場所に置いてあったんだよね。箱市先にあった。本当はだからプレステ4と箱市どっち先買うかっていう枠を取ったぐらい悩んでる時期があって、もう箱市だなって、まず箱市の方が安いし先買ってっていう話をしてたわけ。っていうだからってこまで言ってたのに、プレステ4、俺プレステ4買っちゃったし、でそのでしかも俺今日もう Wii U 買おうって言っていたし、お金も用意してたし、どこで買うかも決めてたしってしてたら、朝にこんなことが起きて、これはちょっとなんか、何が起きてるんだと思って、箱市が今度は動き出したぞみたいな感じだからね、えちょっと、いや面白いな、ねえ、何なんだろうね。マジでデイズの呪いなのか分かんねえけど、何かが俺が Wii U 買うのを止めようとしてるよな。びっくりしたよ、うん、でなんかちょっとここ曲がってるじゃん。いや、何なんだろうね。わかんないよね。貞子さんも、アリスさんもいらっしゃる。これね、どこだったかな、海外、姉貴が海外旅行行って買ってきてくれたんだよね。まだ日本で箱市が出る前だったかな。マウンテンデュー。
くりしたぜマジで。何が起きたか分かんなかったもん。プシューって音とともになんか水がバシャバシャバシャみたいな感じになってて、足にかかるし、なんかすげえ壁とかにもかかるしさ。で、そいつが、その缶が転がってコンビニ袋に入ったんだよね。噴射しながら。あ、なんか被害は最小限に。最小限というか、余計な方にはいかなかった。ゲーム、他のゲーム機にかかって、テレビにかかって、未開封の、カオスヘッドノアと、下ゲーの限定版にかかってみたいな。なんかだから変なとこばっかかかったんだよね。エンコード中のパソコンと変な置いてあるモニターとかにかかったりとかも。で、帰ってきて最終的に拭いたんだけど、もう一回。とどめを拭いたんだけど。いやー。効果的に OK。うん。下手すら360の隙間から入ったよね。何なんだろうね。なんで俺を買わずに他のやつを買おう、Wii U 買おうとしてんだよ、みたいなさ。マジで下着まだ未開封だからよかったよ。NG だったか。キーパーさんいらっしゃい。この警告を無視すれば、やばいことになるのかな、うん、ねえ、だから、さすがにちょっと、もうちょっとだけ待ってみようかなと。いつでも買えるんだけどね、本当に。マウンテンドゥ、僕はターゲット以外を巻き込むのは趣味じゃないそう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 、ほんとそうよ。ひでえ目にあったよ、マジで。映画でオールスパークでロボット化してるし、そのマウンテンドゥがヒットゴンの可能性。そうなの？オールスパーク？オールスパークでロボット化してる。箱一がだから、本当は一番最初に買うはずだった俺をなんで後回しにして Wii U 買おうとしてんのって。プレステ4と Wii 360じゃねえ、Xbox One で迷ってたじゃんって。なんでそれお前今日 Wii U 買おうとしてんだよみたいな感じになっちゃったから、結果的にね。だからちょっとビビっちゃって俺。もう、今じゃないのかなみたいな。下着ゼロ、ああ、そう。この知らせ。昨日はだからどうしても買えない感じがしてたから、ね、でもやっぱりこう、香典代わりに買ってもいいんじゃねえかというのを友達も言ってたし、友達もそれはいいなということだったしね。そうだよねって。もう新型が出ようが何だろうが、キャンペーンやろうがいいから、とりあえず買おうかなと思って。と思ってた矢先だよね。もう、靴下とかもぐっしょぐしょになっちゃったから、な、Wii U はね。Wii U はちょっとこう、岩田さんに対する香典代わりでいいかなって。と思ってたんだよ。所長、冬の時代はね。俺、なんだろう、お前。なんだろうね、今。新ハード冬の時代入ったよね。しかもだからこの缶は落ちるようなところに置いてなかったはずなんだよね。なのに降ってきて、やっぱ海外のね、ああいう缶って柔らかいんだよね、日本のやつより。弱いのよ。だからなんかもう変なところに傷がついてブッシャーってなったよ。香典代わり、そうそうそう、香典代わりの俺なりの友達じゃないけど、んまあがね、今まで買うって言ってて買ってなかったしね。そう、いや、すごかったぜ、マジで。足はベッドベトになるし、だからそれを足洗ってで、ね、仕方ないから短パンで行ったもん、今日。本当はちゃんと普通にズボン履いていこうとしたけど。いやー、でも暑かったな、今日。で、今日はちょっとあんま寝てなかったから、帰ってきてからも買いに行く元気もなかったし、飯、とかキムチ食って寝よう、みたいな。キムチとこんにゃく食って寝よう、みたいな。海外よりはよく缶の底に穴開けてる。うん、いや、缶が薄い。ほんと。いや、ほんとよ。で、しかもその缶が Xbox One って書いてあるから。もうなんなの、マジでと思って。なんか嫌な予感がしかしないっていうか。何かに止められる。俺はだから自分でスタンド発動するというよりは、スタンドが何かを動く、勝手にこう気持ちを変えたりとかするから。ゲーム買うとか、ゲームに関する、購入するかどうするか、決めるのはなんかスタンドだからさ。勝手に言ってるだけだけど、今回だからほんとびっくりしたんだよね。スタンドの暴走ですね。わら暴走だよ。守護霊の買えばグロいゲームできるって時代もありましたけど、うん、今は買わなきゃならん用事が少ない。今は箱一あんまり魅力ねえよな。あーはいはい、やつだね。ボール面刺してたね。今度はソニーからのストッパーが来そうだ。もうソニーはビーターしかぐらいしかビーターぐらいしかないと買ってない。CM あったよな。うん。PS ファイアの際だと思ってね。ええ。ありがちな暴走か。そうなんだ。いや、だからちょっと。Wii U 買ったら大事ゆえになってたりしてたかも。何なんだろうね。何を俺は止められてるのかよくわかんないんだよね。買ったらわかるかもしれないね。
買うか。お、怖いわ。なんかちょっと怖いわ。まあこの枠、今からね、後で来た人にはちょっとわかんない話だけど。D4 ができるよ。楽しいよ。D4 ってなんだろう。甲羅振って針刺してスプレーにして遊んでたな。試しに買ってみよう、わらわら。Wii、ね、買ったら頭がとんがってる宇宙人が襲ってくるんじゃない。何の話それ。コーンヘッズ。はぁ、あ。明日元気だったら俺買い行くかも、マジで。どうしたかもしれない。無人探査機が冥王星に最接近する感じ。ソフトは、とりあえずイカ、ソフトは何スプラトゥーンと、ごめん、スプラトゥーンとファミコンプリードじゃなくてなんだっけ、ファミコンリミックスか。あそこら辺かな。なんかすげえ文字だな。いらっしゃい。メソさんいらっしゃい。そして誰かいらっしゃい。他にもいたかな。いるね。いるけど、嫌だ。ボチさんいらっしゃい。サダコさんいらっしゃい。チオピンさんいらっしゃい。ありがとうございます。じゃあ、箱1とEU両方買っては？ああ、いや、昨日、だ、いやいや、でもね、なんかいろんな、昨日か。昨日ちょっとビッグカメラとか山田寄ってみたんだけど、いや、スプラトゥーンだけで。あとは、ファミコンプリートじゃねえよ。なんかそれ。ファミコンなんたらリミックス。ファミコンリミックスなのかな。あと、ベヨ2だね。それと、まあ、今後出るものに関しては、マリオクリエイター。あれ全く分かんなくなってきた。マリオデザイモン。スマブラ、いやー、いらないかな。スターフォックス、へぇ、マリオメーカーか。そうそうそう。でもあれさ、なんか、登録しなきゃダメなんでしょ。簡易登録系のやつでしょ、あれ。なんかちょっと有料会員みたいな。だからちょっと違うかなと思ってます。いや、とりあえず今日 Wii U 買わなかったのは、昨日はなんかお金も用意して、もう買う気満々だったのに、なぜかこう、なんかわからんけど買えなかった。っていうのが、俺のゲームを司るスタンドのせいって、スタンドっていうか守護霊のせいだって言ってたんだけど、今日朝家出ようと思ったら、もうあと5分で出なきゃって時に、缶が落ちてきて、俺にすげえジュースがかかっちゃったって話。あー、ちょっと待ってね。聞いてない人、だから、それでは、その缶には Xbox One って書いてあるっていうね。だから、Xbox One バージョンマウンテンデューだから、こいつなんか言ってんのかな、みたいな感じだね。なぜ俺を先に買わないみたいな。もともとお前一番最初に買う予定だっただろみたいな。何か、それか、やめとけって。お前やめとけってって。いうことなのかな。悪いけどなんか説明されてもなんとか見とかない。どういうことだ。いやもうすごい。マイクロソフトっていうかなんだろうね。ゲーム神様からの警告。いやー、わからん。ただのジュースだったら何でもいいんだけど、缶がだから、Xbox One って書いちゃってあるからさ。しかも落ちるはずがないところに置いてたはずなんだけど。パッシューンと音がして、足にバシャバシャバシャってかかるから何かと思ったら、もう、割れて転がってたわけ。何なんだろうね、マジでね。そんなことあるかな。ちょっと待てよ、キムタク風に。しかし、そんな感じ。そう、日本にはない。海外のやつ。姉貴が、なんか家族旅行とかなんか行ったらしいんだけど、そのお土産が本当にあれ1個だったわけよ。もうすげえ嬉しかった。やったぜ、ありがとう、これだよ欲しかったのって。こういうのが欲しかった、 T シャツとかじゃねえんだよって。これが欲しかったんだよって言ってたやつだったから、中身はいね、いつか捨てなきゃと思ってたんだけどな。そうね、状態良かったよ、割れずに帰って持って帰ってきてたけど。だけど今回なぜか不意に割れた。側面が割れてブッシャーってなって転がってで、コンビニ袋に入ってった自分から。だからゲーム機がドロドロにはなったけど、結構な量かかっちゃったんだよね。さあ、特に360報告するわけじゃなくて、ロゴ自体を押してくるところが多い、ね。そうだね。
緑だからじゃない、Xbox が。マウンテンリュウ。へぇー。そうだよね、だから。もう忙しいっつって言ってんのに。テメゾンワーク、そうだな。なるほどね。そういう話。まあそういう話です。単に。で、これがただのマウンテンリュウだったらどうでもいいんだけど、なんか Xbox One って書いちゃってあるから、なんか、なんだろうなってちょっと思っちゃった。深読みしてしまった。ははは、でよ。出来事が書いてあったら間違いなく伏線。まあでも俺がこれで明日元気に山田電機とかね、で近所のゲーム屋とかで Wii U 買って何が起きるかだよね。何も起きなければいいが、何かが起きても面白い。もうだってあと本体とスプラトゥーン買ってくれば有線ケーブルつな、有線 LAN つなげるし、あと光ケーブルがそろそろ来そうらしい。もう俺のスタンドが暴走してんの。いやー。和骨です。スタンド発動ですか、はい、スタンド発動しちゃったよ、今回も。どうせならドリトスともコラボしてくれや。ドリトスとかありそうだけど。電源入れたら爆発する予感、わらわら。もうちょっと面白いことが起きればよかったけどな。最近は所長さんから箱1の話題ありませんか、ね、そう。だから本当はね、プレステ4と箱1どっちかを先買おうかっていう動画までアップされてるから。で、箱1に決めたって動画があるから。それなのに、プレステ4をお前先買った挙句にお前 Wii U まで買うのかよみたいなことだよね。はい。いや、すごいわ。いや、これ、ま、海外のやつだからさ、っていうのもあるみたいね。割れやすかったのはね。ここがね、こう、ベリってなってるんだけど。実は光ケーブルが今まで引けなかったもん。なんか、やらせないつもりだったのか。箱一は安いそうだし、いや今日はでも、なんか別バージョンとかでそう。怖いわ。まあ昔あったそういうこと。はぁ、そんなわけで今日はもうね疲れちゃったんで、今日と回復元気もなかったし、結局ね、もうなんか朝バタバタしちゃったしさ。何かあったんです。はい。ハイエロファントグリーンだ。ちょっと、Xbox One からのお告げが来たんで、ちょっと買えない。今日はちょっと Wii U はちょっと今日は。どういうこと？山田電機でゾンビに襲われんの。ショッピングモールならまだしも。山田電機で武器になるもの何かな？このままエラーのウックコーヒーをずっと保管してた人みたいに飲まずに置いとくつもりだった。そう、いや、中身捨てようかなって思ってたの。で、裏に穴開けて、プルトップは取らないっていうか、まあ、あそこの上の蓋は開けないように。できれば動画とかでタイムシフトで見てほしい。これに関してはちょっと YouTube にアップしようかな。重いドンキがいいのか、重いドンキ。何が起こったか、Wii U買って Wii U にハーミットパープルのやつ。いや、もう、でも本当マジ買うつもりだったんだけどね。本当に。なんだろうね、本当。何もないことが一番いいけど、なんかあっても面白いよな。あの、俺が買った3日後に、もうなんか Wii U も新しくなりますみたいなね。ハードディスクがなんか大きくなって、お値段据え置きみたいなとか、スプラトゥーン仕様が出るか。まあ、スプラトゥーン仕様は正直俺別にそこまで欲しくない。動画どれ動画じゃねえ、今の枠だから。この動画を、この枠を動画にするからってこと。もう何度も説明させんじゃねえよ。もう二度説明したんだから、もういいわ。俺も今日 Wii U コーナーで5分考えて買わずに帰りました。へえ、そうなんだ。なぜに？箱に？動画で見てください。動画は作ります。この枠、お金払っ、ニコニコにお金払ってる人だったら見れる。タイムシフトでね。はぁ、いやもうほんと、お告げが、ゲイツのお告げなのか、箱一のお告げなのか、ゲーム神様のお告げなのか、なんかこう、調子を狂わせられるようなことをね、されたんで。ボーナス出たけど買ったの鳥取のスイカだけど。なんでスプラトゥーン仕様の理由は夢が広がるな。便器かかってたりして。ね。だけど、俺はダウンロード、パッケージ版でちょっと欲しいからさ、やっぱパッケージも欲しいからね、スプラトゥーンは。まあ、後に安くなってからでもいいけど。そうなのよ。そういう感じなんだよね。いや、でも今回はちょっとなんか本当に何だったんだかわからん。
ちょっと嫌な予感がする感じなだけ。でもまあ岩ねえ、岩田さん亡くなってすぐにキャンペーンみたいなことはないと思うけどね。あ、そう、うん、そういうことはないだろうし、あるとしてもゲームショーが9月ぐらいじゃない、だからそこぐらいかな。でも任天堂ってゲームショーに合わせてなんか発表したりするかな。ちょっとあんまり俺昔の任天堂しか知らないからわかんないけど、いらっしゃい、誰だろう、コメントが来ない、坊さんいらっしゃい。とりあえず今日はもう寝ます、申し訳ない。明日早く起きてちょっと動画のエンコード準備してまた出かけないと。で YouTube に動画は結構アップしと、アランウェグ前編はアップしました。ゲームショーの前とかに独自の発表会とかしてました、うん、そうそうそう、任天堂はなんかゲームショーは昔からあまり仲良くないよね。任天堂の次期社長はどうするのかなね。ね、ちゃんとした人をこれから決めるんだろうけど、武田さんって人になるんじゃねえかと言ってるよね。任天堂羽振りのゲームショーだったような、任天堂羽振りというか、任天堂が逆に任天堂があれ参加して、あれ任天堂羽振られてんじゃなくて逆だよ、任天堂逆だよ、俺らはお前そこには出さんというあれだよね。昔はそうだった、今は知らないけど。次の社長は2人みたいだね。いや武田と宮ポン、違う臨時でしょ、だってあれじゃないの、臨時でしょ。そうそう、もともと任天堂はなんかあのゲームショーとかああいうのとはちょっと相性が良くないっていうか、別になんかターゲットが違うし、ファミ通とかもお前らターゲットと違うしみたいなね、扱いだもんね。コロコロとかああいうのがターゲットだ俺はってなってるはず、なってたはず、今は知らない。まあね、岩田さんがそういう感じだったしね、元がね。コードネーム任天堂 X。 へー、でも X ってやっぱり、うん、っていうかまあいつもそうじゃん、いつもコードネームついてそのままにはならないでしょ。ドルフィンとかつかなかったでしょ。1回だけ出したことあったけどね、バンブラの原型がアドバンスで発表されてた。ほうほうほう、1回しかないんだ、1回しかもバンブラの原型アドバンス、スーファミのあれじゃなくて、テノリオン作った人が作ったやつじゃなくてバンブラか。あー、わかった。テノリオンの人のやつかな。あー、わからない、ごめん。おもちゃショーの時はやってたのかな？んー、ゲームボーイ。あー、アドバンスか。そっか。俺が言ってんのはスーファミだわ。そんなわけで今日は、疲れました、うん、はぁ、あ、任天堂ももう妥協してトブスに出店したらいいのにね。うん、まあ本当はね、いろんな人をターゲットにっていうのはあるはずだからね、ベヨネッタとか出してる段階で言い訳はできないっていうか、まあコアゲーマーにもっていうのは Wii ぐらいから言ってたよね、確か。ただあんまり日本ではできてないけど、やっぱり日本でもなぁ、Wii U はクリスマス商戦でもそんなドカーンって行くようなこともなかったしね。モビルスーツも今回参加しないからね。あれは何なんだろうね。そうよ、そう、さっき話しかけてできなかったけど、あの、ビッグカメラと山田行ったんだけど、Xbox、なんも魅力ないね、マジで。アジトとタツノコプロみたいな、タツノコプロだっけ、タツノコがコラボしたゲームとかさ、あとなんか日本のアニメのやつあんじゃん。サイコブレイクみたいなやつ。サイコパスだ。あれも別に、360でいいんじゃんみたいなゲームだしさ、あんなもん箱石で出されても。もう大丈夫だ。寝れば治るわ。キャプテンスーパーマーケットの続編テレビドラマで復活、マジかよ。そもそもコーナーが実際上半分くらい周辺機器で埋まってる。そうもうなんか買わせるつもりねえだろみたいな感じだよ、ね、面白い。そんなにユート感がまた攻撃。いやもう大丈夫、中身、ま、カラッカラだから今。サイコパススマートグラスと連動が面白い。サイコパススマートグラスってGoogle グラスみたいなこと？
ああ、なるほどね。ちょっと新しいことはやってるんだね。ただでも、箱行きじゃなくてもできるよね。いや、でもなんか、知らないの？これからも頑張りますって言ってたよ。捨ててるらしいよなんていう話をするんだったら、それはもう今の話じゃねえだろ。どうもずれてんな、リンクさんは。どうもずれてるなぁ。詳しくないな、この人。ね。そうだよね。何を根拠に言ってんのか全く理解ができないし、むしろ逆なことをちゃんと最近表明しているはず。民衆が出てからちょっとは盛り上がるかな。あ、そうなの？なんか連動するんだっけ？精神、いや、肉体は疲れてるかな。今日は大丈夫だと思う。早く寝て早く起きて。準備するわ。むしろ今絶対はないと思う。そうだろうな。You can, can, not. なんだって、You can not。このタイミングで撤退はないよな。撤退するんだったらもっと昔だよね。っていうかマジでさ、360の時もうちょっとなんで頑張れなかったんだろうね。ただ、だってあいつら、ね、プレステ潰したくてやってたんだったらあのタイミングだったよな、プレステ3の時。臨終の独自使用オスが入るんじゃなかったでしたっけ？ほう。とはいえ、当然通りにやる気見せてるかね、現状。現状っていうか、でも、言ったら、多分みんなが認識してる中で一番頑張ってた時期って、多分、アイマス2とか JRPG 系がガンガン出てる頃だよね。ちょっと時期違うけど。るの早いからっていうか、やっぱり日本で本腰入れてるタイミングってほぼなかったよね。360の時はネガキャンが箱1よりひどかったからね。攻めるところで頑張りきれなかったよな。なんか惜しい流れ作ったのにね。じゃあなんでテイルズとか買った人は、じゃあテイルズとか買った人が何をやればいいの、他に何をやればいいのって言って用意したのがギアーズとかだったでしょ。ギアーズっていうか、洋ゲーで FPS、TPS みたいなさ、そういう、なんなんだろうね。まずやる気があんだかないんだかわかんないっていうか、そういう客を入れて、プレステ3で出るはずだったゲームを、箱っていうか360で出して、終わりみたいな。で、しかも完全版出るみたいな、プレステ3で。もう最悪だったよね。あれで本体買った人とか、なんなのってことだよね。ひどい、本当に。しかも、いい流れ作ってたのに、お金なんていくらでもあんだろうよ。本当だよ。ひで、あれ、歴史、ゲーム史に残る本当にひでえ話だよね。あれは俺絶対残ると思うし、残すために何か頑張ろうよ。ああ。日本では出なかったよ。360でシリーズ終わっちゃったタイトル多かったな。完全版はさすがに。あれは、ね。しかも、テイルズは本当にひどかったからね。ゲームのローカライズは素晴らしかったんですよね。そうなんだよね。テイルズは完全に手抜きで、あれは絶対許さない。手抜き以前の問題ではあると思う。手抜きよりも、ちょっと悪質なもんだと思うね。作ってたのに入れないみたいな。で、プレステ3は遅れて出す代わりに、この完全版ができますみたいな。70% の完成度ですよ、みたいな。でも早くできんだからいいだろお前らみたいなね、そういうことでしょ。あれは本当にひどかったんですよ。テイルズ・オブ・なんなのあれ。あれマジひどいよね。あの立ち位置が用意されてるさ、なんか変な。立ち位置の丸が用意されててなんか人がいないみたいなさ、あれやばいよね。ああ、プレステ3版でこれがこの立ち位置にちゃんと人が入るんだ、みたいな。ってことはもう、ね、360版でもちゃんと用意されてたのになんかいないんだ、みたいな。あれは本当に悪質だったよな。だから今のテイルズの現状を見ても当たり前と思う。そんなわけで皆さん、明日また報告かな。明日は Wii U から入るかもしれないね。わかんないけどね。お疲れ様でした。詳しい話はタイムシフトでご確認ください。もしくは動画にするんで、よろしくお願いします。申し訳ない。ではでは、おつです。はい。ありがとうございました。